ティーラ県は、ギリシャ共和国の南エーゲ地方を構成する、行政区の一つ。キクラデス諸島のサントリーニ島などの島々からなる。キクラデス諸島の南部に位置するイオス島、ティーラ島などの島々からなる。旧キクラデス県の自治体ティーラ県は、以下の自治体から構成される。面積の単位は、経平方メートル、人口は2001年国勢調査時点。 旧キクラデス県の旧自治体現在のティーラ県の地域はかつて広域自治体であるキクラデス県に属していた。カリクラティス改革に伴いノモスは廃止され、その県域は分割されて行政区としてのティーラ県が成立した。旧自治体は新自治体を構成する行政区となっている。下表の番号は渦と対応している。旧自治体名欄で印を付したものは木のつた。 それ以外はディモス。成長所在地欄で太字になっているものは、新自治体の成長所在地となったものを示す。ありがとうございます。